今日はあの若手で、まあ、そのサイズがでかい人の方が強いみたいな、結構揉めるんで、今日は平等に同じ種目をやって誰が一番できるかで一番を決めたいと思ってまして、若手たちがドン彼は今はシュートを主戦場に戦っている総合格闘技の AB ですね。 AB 選手お願いします。で彼は、キックボクシングライズレベルスに出てる小野正明です。お願いします。先日試合に勝ったばっかの山本哲也です。お願いします。で哲也は何だっけ、ゼストですか。ゼストの何て異名だったっけ。世にも奇妙な寝技です。諏訪部哲平です。お願いします。で今日はこの4人で7番勝負やって、だからこれでジムの力関係が変わってくるっていう勝負なんで、もう負けられない感じですね。はじめは壁倒立でいくよ。よーい、はい。30秒経過。すごいな、もう青木くんと山ちゃんに関してはもう目つぶってる。だからなんか逆さにとったらなんか寝てる人に見えるかもしれない。1分。危ない、おもちゃ。あ、1分半、おもちゃ1抜け。ヨモちゃんもやばいね、ちょっと。鉄は分かんないな、表情が。山ちゃんやばいね。はい。OK。次はあの指相撲対決ですね。いい？よーい、スタート。いや、もう山本死んでる。出てきたら出てきたら2人倒した。2人倒した。おもちゃは1人倒した。1人倒した。鉄は何人倒した。ゼロス。山ちゃんゼロス。っていうことは AB。 次は手押し相撲で誰が一番か決めます。判定辛口でいくよ。よーい、あと体触っちゃダメ。はい。遠すぎる。
AB 無敵じゃん。次は綱引きで今のところ AB 全勝ですね。よーいスタート。じゃあ山ちゃんと鉄、これは結構いい勝負になりそうだな。もうちょっと前がいい。これ鉄の方がちょっと遠く見えんな。いくよ、よーい、スタート。やめて、そんだけ時間かけといてお前。AB 倒します。いや、本当に負けたら引退します。よーい、はい。すぎる。AB 今何勝、4勝目。5本目はカエル逆立ちからの倒立で誰が一番長く倒立できるかをやります。いくよ、よーい、はい。静止してるもん。おい、また AB じゃん。またか。弱すぎて話にならないんですけど。じゃ次は6種目、あと残すは2種類で、6種目目はバランスですね。目つぶって好きな方の足で耐える。ケンケンはいいにしようか。あ、ケンケンいいぞ。こうなるのはいいにしようか。足ついたらダメにしよう。じゃあ行こう。よし、どっちでもいいよ、好きな方。よーい、スタート。目つぶって、これ AB に勝てるかもしれないね、みんな。はい、目開けて倒しに行っていいよ、ケンケンで。
べれもうきつそうだな。ほら早く背中取れてんだから山ちゃん。山ちゃん、1個勝った。じゃあ最後は釣り上げよう。5